3月16日木曜日です。天気はいいけど今日から花粉症がきつくなってきました。朝起きた時から結構鼻水が出て大変です。季節結構花粉症の人多いと思うんですけれども、僕は30年ぐらい前にある日突然花粉症になったんですよね。でいろんな内科とか耳鼻科とか、いろんなお医者さんにかかりっていろんなお薬を試しましたけれども、あんまりこうすっきりすることがなくですね、毎年大体2月後半ぐらいから5月のゴールデンウィーク明けぐらいまで症状が出ます。症状がひどい時は特効薬としては鼻炎用のカプセルみたいなものがいいんですけども、数年前まで水なしで飲めるっていうですね、鼻炎用のお薬を、ひどい時は飲んでたんですけども、大体そういう薬っていうのは眠くなるんですよね。眠くなったり喉が渇いたり、割と副作用が激しいんですね。なのでなんかいいものがないかなと思ってたら、3年前に漢方薬に出会いました。でそれは市販薬なんですけども、でこの薬は眠くならないし喉も渇きにくいし普通にいられるので、それ以来ずっとこの季節には飲んでるんですけども、開けてみます。箱に入ってるんですけども、こういうアルミのポーチになってます。これが80錠入りの小生粒糖です。で、お菓子みたいにこんな感じで破ると、こんな感じに入ってます。少し匂いはしますけども、そんなにきつい匂いじゃないです。でも、口に含んだ時はちょっと苦いです。でこの薬は3年くらい前に薬局で見つけて試しに飲んでみたんですけども、私の場合はだいたいその花粉症の症状が7割ぐらい軽減できました。ひどい時には朝からティッシュを手放せない時もあったんですけれども、これを飲んでからは、たまにすごく出ることあるんですけども、それほどひどくないようになりました。1日2回食管に飲むという薬なので、比較的続けやすいということですね。ただこれ80錠で1回成人は4錠飲みます。でそれが2回なんで1日8錠だから10日分なんですね。これ10日分でだいたい2000円ぐらいするので、1ヶ月で6000円、だいたい花粉症の時期3ヶ月ぐらい考えると1万8000円ぐらい毎日のことかかっちゃいます。だからそんなに安くはないなというふうな、思います。でも今のところ私にはこれが一番合ってるような気がしているので、とりあえずこれを続けています。何かもっといい方法があったら教えてください。それでは。ご視聴ありがとうございました。もしまたこんな映像が見たいなと思われる方はぜひチャンネル登録をしていいねボタンもお願いします。
これから映像を一人でやっていきたいと思われる方はぜひビデオグラファーの制作術を歩んでください。それでは。